じゃあ、始めていいですかね。始まってる？あ、それではすぐ、表題にの論文について自然言語処理研究室の勝田が発表します。今回の、概要なんですけど、これがセグメンテーションされ、単語分化されていない言語に対して前処理を必要としない単語分化、前処理として単語分化で必要しないで単語のベクトルを獲得する方法というのを今回提案しています。で、基本的に中国語や日本語のようなスペースで区切られていない言語っていうのは前処理として単語の分割するんですけど、それには辞書、単語の辞書を使ったりといったリソースが必要で、今回はそういうリソースを使わずにもう文字 N グラムで単語分割して、そこから既存のスキップグラムなんかを使って学習したものに対して名詞カテゴリー予測タスクで、その従来の手法よりも優れた結果を示したっていう論文になります。で、初めに、NLP でも結構、かなりこう注目されているワードエンビディングなんですけど、こう日本語とかに対してはどうしてもセグメンテーションが必要であると、英語やスペイン語だと、単純なルールベースとかでやってるようなアプローチもあるんですけど、日本語とかでは、機械学習がかなりベースになっていて、それにはどうしても辞書が必要であり、固有名詞とかもあんまり取れなかったりというような問題はあると。で、今回はそれもう文字グラムだけで完全にもうセグメントをして、そういう頻度なんかを元に固有名詞も取ろうというのが、今回のモデルになります。で、関連研究としてセグメントに依存しないモデルっていうのが、例えばキャラクターベースの RNN モデルっていうのや、ランダムにN グラムのベクトルを持ってきて、学習するみたいな、そういうようなモデルがあるんですけど、こういうのは、テキストや系列を学習するようなことが目的であって、今回の場合はこれとはちょっと違う、完全に単語を学習するようなことを目的としてやっています。で、これが、ベースとなる学習モデルなんですけど、よく使われているスキップグラムのネガティブサンプリングしたモデルで、そうですね、この、ワードとコンテキストのの目的算数最小化するように、ポジティブサンプリングとネガティブサンプリング両方するようなモデルです。で、それを拡張して、で前処理を必要としないようなモデルとして、今回このコーパスの中の頻度で文字グラムをもとにセグメントすると。で、そこから学習するんですけど、従来の手法が、辞書を使ってトークナイザーでセグメントをするような処理を、もう完全に N グラムからのラティス、そのラティスで N グラム最大の構造を持ってくるというような形で行います。で、実験については、その Twitter とか Wikipedia を使って単語を学習して、その中の名詞カテゴリー、こういうような、カテゴリーをラベル付けしたようなデータがあるので、それを使って SVM で学習させて、やってみたっていうような実験になります。で、実験結果としては、この通りで、上の方が、辞書を使ったものと、その辞書を使うとどうしても固有名詞とかがないとかなり不利になるということで、ウィキとかのもう単語をある程度辞書化して、さらに加えたものも一緒にベースラインとして比較しています。で、それに対しても今回の結果では、この N グラムを元に自動でセグメントしたものっていうのが、一番高かったり、またそのウィキのデータと辞書で、同等の成果が出るというのが、今回の実験では、示されています。で、また主観的な評価なんですけど、下の方ではその実際にその単語がに対してどういう単語が近くに来るのかというようなもので、国の名前がを入れると、それと国関連のもの名前が出てきたり、分子、原子名の、が近くなったりといったようなものを確認しています。
というので、今回この人手でアノテーションされたリソースがない手法で、そのリソースに依存する手法を上回るという結果を示しました。で、将来的にはそれでまた別の手法っていうのもまた活用して、ちょっと今回この論文で挙げられていたのは K-based セグメンテーションというようなものも活用したいというふうに述べていました。以上で発表を終わります。